そう、ちょっとやっぱ肉眼で見るとすごいわかるんですけど。サワディーカポフィッサン TV のチムでございます。このチャンネルはですね、さまざまなタイ料理を紹介するチャンネルです。僕自身の自己紹介をしておきますね。僕はですね、バンコクに3年間住んでいて、ミシュランの星付きレストランなどで働いた経験もあります。はい、僕自身はですね、名古屋の岩塚というところで酒とタイ料理ピッサルローグという、タイ料理レストランとお料理教室を経営しています。はい、今日のね、お題ですね。今日はね、タイ料理じゃなくタイの調味料カウクワというものを作っていきますね。カウクワ、これね、もち米なんです。タイのもち米なんでちょっと長いんですよね。これをですね、東北地方には欠かせない、調味料なんですけどね。どういった調味料かというと、このもち米をね、潰して、まあ潰すというのはこの付属、このミキサーで潰して入れます。はい、僕はそういう風にするんですけど、一般的にはね、行ってから潰す方の方が一般的だと思います。ただですね、僕のやり方はこの潰してから入れるっていうのはね、味を均一感をね、より出したいので、そういう風にやっています。まあどちらでも結構かなと思います。はい、このカウクワを使う代表的な料理ね、東北の料理というのは、ラープですね。ラープとあとトムセープというね、スープです。この2つはね、うちの動画でもやってますね。概要欄に貼っておきますね。もしよかったら見てください。はい、それではね、このバイタミックスね、バイタミックスで、これ潰していくんですけど、このミキサーすごく良くて、まず一番はね、パワーがあります。パワーがあるんで、それとね、あとこういう切り替えができて、これで強さ、まあ、ある回転のね、速さを変えれます。だから食材によってね、いろいろ変えることができるっていうことですね。あとね、こういうパワーがね、強いのと弱いのがあります。で、僕自身もこういうミキサーいろいろ使ってみたんですけど、レモングラスとかああいう、ものを潰すのに一番適してるかなと思います、こちらが。はい、もしよかったら皆さんも使ってみてください。はい、それではタイの調味料カウクワを作っていきます。それではカウクワ作っていきますね。これですね、もち米、ちょっとバスバスバスと入れます。この量がね、やっぱりできるのはね、いいなと思います。この皮があるんで、この量もいっぺんにできるね。すごい結構細かいんで、ああすごいな、結構なっとるな。あ、こんなもんでいいかな、米粉みたいになるわ、これ以上。こんなもんやな。はい、できました。ちょっとね、開けてみますね。よいしょ、米のええ匂いしてるわ。こんな感じです。いるかな。これ以上だったら、ね、米粉になっちゃいます。はい、できました。それではこれいっていきますね。潰したものですね。いっていきます。まあ先ほども言ったように、いってから潰してもどちらでもいいです。僕はまあ均一感を出したいんで、こういう風にやってますね。ちょっと色づいてきましたね。まあね、このお店の仕込みなんでね、量が結構多いんですけど、お家でやるときはね、ほんと少しだけで大丈夫なんで。だいぶできてきましたね。これね、まあ、この辺ちょっと、まあこの辺は料理人の好みなんで、まあ、これぐらいでももう使う方もいますし、僕はもうちょっといっていこうと思っています。今の状態がちょっと分かりにくいんで、今までこれぐらいかな、これぐらい、ね、でもちょっと、ね、後で見比べるんでこれぐらい。はいはい、もうちょっといっていきますね。だいぶ色ついてきたな。あ、結構つながってきた、振ってんのも。よし、これぐらいですね、この色。こっからもうちょっと色つくんで、余熱でこれぐらいで止めておきます。はいはい、それでは出来上がりました。ちょっとね、分かりにくいんで皿に持っていきます。これがよくいった方ですね、これぐらい。ちょっと途中で揚げたぐらいかな。これがちょっと色の違い分かるかな、これ。どう、ちょっとやっぱ肉眼で見るとすごい分かるんですけど、まあ普通結構これぐらいかな、みんな。僕はちょっとね、ここを出したいんで深入りします。これね、今
これ熱々なんですけど、まあ、手で触る中はちょっと触るとね、やけどするぐらい熱いんですけど、ここからねもうちょっと色つきます。これ実際ね、はい、今日はねこういう家屋を説明させていただいたんですけど、タイ料理 .com っていうねブログを始めましたんで、そちらの方でねもうレシピ形式で、あのうちのお料理教室で使っているレシピ形式でね、あの載せてますんで参考にしてください。はい、概要欄に貼ってますね、ぜひ見てください。はい、今日は東北地方のね家屋の方の調味料の説明をさせていただきました。どうもありがとうございます。